TS 高田サーキットは、広島県秋田田市にあるサーキットである。有限会社ボディショップ高田が運営。2002年オープン。以降、コースレイアウト変更を伴う改修が数回行われている。開設当初は一周1000メートルであったが、すぐに1コーナー先のヘアピンが奥に移動された。2005年の改修においては、旧最終コーナー前からつながる。 若干のアップダウンのある新コースと、そこから続く試験員を有した最終コーナーが設置され、一周1500メートルとなる。2013年の改修では、最終コーナーの試験員が廃止された。また、西側に拡張された区間を含む、全長1800メートルの1800コースが新設された。2016年の路面改修では、 摩擦係数が高いサーキット舗装が付設され、うねり、継ぎ目の軽減が図られた。なお、現時点でのフリー走行枠では、拡張区間を使用しない1500コースが使用されている。ABCD グループ一覧。高田テクノサービス。2015年5月13日閲覧。2014年9月に延長された新コースの路面と同じ水はけが良く、 ハイグリップなサーキット舗装を採用します。うねり、継ぎ目のない安定した路面を目指し、コース幅も統一したいと考えております。路面全面回収します。TS 高田サーキット。2019年2月24日閲覧。路面回収後のお知らせ。TS 高田サーキット。2019年2月24日閲覧。コースジャフモータースポーツ。 一般社団法人日本自動車連盟。2019年3月6日閲覧。音量96デシベル以下の車両。コース利用規定。TS 高田サーキット。2019年2月24日閲覧。ドリフト走行は禁止です。ドライバーの故意によってドリフト走行が行われた場合、走行を中止していただきます。コース利用規定。TS 高田サーキット。 2019年2月24日閲覧コース利用規定 TS 高田サーキット2019年2月24日閲覧ありがとうございます